では船長。じゃあさあ始めるぞ。あいつらまた何かする気だ。ピーチのやつ死んだ親父に何を。じゃあ今から見せてやるよ。全世界が度肝を抜く最高のショーをな。なんだあの黒い布は。黒ひげと死んだ白ひげがあの中に。さて少々立ち入り禁止に願います。何の真似だ貴様ら。桜花七部会に入ったと見せかけて裏切ったやつだ。油断するな。ムル楽しみね。失敗したら解散か俺たちは。そろそろ準備が整ったようで。早く見せてくれ船長。ムルンそれでは皆様お待たせいたしました。我らが黒ひげ海賊団ティーチ船長がお送りする世界最高のショー、特とご覧あれ。黒ひげ何をしてたんだ一体。白ひげに異変はない。黒ひげも特に。海軍、おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。晴れて再び敵となるわけだ。ゼハブラックホール。なんだ。これが俺の闇の実の力。そしてこれがあの構え。白ひげの能力をなぜあいつが使えるんだ。やったな船長。これで解散はなしか。こいつらと組んだ俺の選択は間違ってなかったようだな。ムル親父の自信能力どういうことだティーチの野郎。いや、全てを無に返す闇の引力、そして全てを破壊する地震の力、手に入れたぞ。これでもう俺に敵はねえ。